赤出し赤出しとは、豆味噌を使った、調合味噌で仕立てた味噌汁のこと。もともとは、味噌に鰹節を混ぜてすり合わせたものを煮立てて、それをこした出汁を使ってなめこ汁などに仕立てるという、料理あるいはその手順を言ったものであった。八丁味噌などの豆味噌に、米味噌を合わせたものを呼ぶこともあり、そこから転じて、豆味噌をベースに、米味噌、 調味料を配合した調合味噌も赤出しあるいは赤出し味噌と呼び東海地方を主な産地とする。かつては料亭などの料理人が味噌汁の具などに合わせて調合を変えて作っていたところ、1955年、名古屋市の森田が赤出し味噌として日本で初めて商品化した。1956年、岡崎市の丸屋八丁味噌が八丁味噌に、 米麹味噌を合わせた調合味噌を発売。続く1957年、大阪味噌食品株式会社は八丁味噌が独特の味、香りのため関西の人々に馴染みがないことに着目し、岡崎市の各級に赤出し味噌の製造販売を提案した。大阪の八丁味噌特約店のマセ商店が製造を任され、最初の試作品は、 富山県上市町の日本海味噌醤油の米味噌70%、各級の八丁味噌30%が用いられ、色を一定にするための絡める、光沢と甘みを出す水飴、価格調味料などが付け加えられた。各球は赤出し味噌のヒットにより、それまで5年間続いた赤字を黒字に転換することができたという。その後は豆味噌を生産する東海地方の多くの会社から、 販売されている。一説に豆味噌の味噌汁を赤出しと呼び始めたのは関西の人々であるとされ、田舎味噌に豆味噌を差し入れる赤出しから転じたものとする説や、豆味噌は溶けにくいために赤味噌から旨味を出す意味で赤出しと呼んだという説がある。ありがとうございます。